フランチェスカです。今日も宇宙のニュースをお届けしようと思ったんだけど、前回アップした動画でオックスフォード大学の動物学者の人たちが真面目に考えて予想したエイリアンの姿っていうニュースをあげたんだけど、やっぱりどうしても気になることがあるから今日はその話。まずこれ、ダーウィンの進化論で考えるときっとこういう姿に行き着くであろうと予想されるチューブ型のエイリアン、オクトマイト、ダークサイドに落ちたクマムシ、それか芋とか尿って押し出すあれ、今のが普通に現れたら泣きたくなるぐらい気持ち悪いんだけど。次にこれ、そのさっきのオクトマイトの段階に至るまでに発生するであろうと予想されるエイリアン。これ最初見た時金魚の寄生虫かと思って、昔飼ってた金魚にこんな形の寄生虫がつくっていうのを金魚図鑑みたいなので見たことがあって、もう恐怖でしかない、トラウマ。ビーチパラソルに椅子と机がついたやつ、もうめっちゃ楽しそうだし。でもそれ逆も言えることだから、宇宙の遥か遠くの宇宙人が地球の研究をしてて、地球の進化がきっとこうなるんだって予想図出してきて、それがクマムシとかミジンコとかミトコンドリアとかだと、え、地球人こんな姿してんのマジキモいんだけどって思われてる可能性だってあるわけで、なんかそういうんじゃなくて、もっとこう進化しきってる感じの宇宙人の姿が見たいんですよね。私はよく言うじゃん、その辺に宇宙人歩いてるとか、人間社会に紛れ込んで生活してるとか、進化しちゃってる宇宙人はもう人間とそんなに変わらないから、パッと見で宇宙人で気づかない。宇宙人見つけるのって大変だね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。